ベルリン国際航空宇宙省は、ベルリンのシェーネフェルト空港で開催される、航空宇宙機器の国際見本市。ファーンボロー国際航空省やパリ航空省と並び、世界的に有名な航空省の一つである。1909年から開催されている世界で最も、古い航空省。航空宇宙産業の国際見本市であり、同時に、航空宇宙分野の会議も行われる。 2009年5月27日に100周年を迎えた。東西ドイツ統一後の1992年、64年ぶりに開催場所がハノーファーからベルリンに戻った。さらに2006年からは開催期間が大幅に短縮され、6日間の開催期間のうち、前半の3日が日本史として限定公開、後半の3日は一般にも広く公開されている。 期間中に様々なデモンストレーションが行われるが、軍用機でのスモークを使用した派手なアクロバット飛行は安全上の問題のため行われていない。初期は不定期に開催されていたが、1960年からは多摩数年ごとに開催されている。ありがとうございます。